本日はご多様の中、ロックハート城開場25周年記念式典にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ロックハート城25周年おめでとうございます。津川雅彦が今日あるのは平井さんのおかげです。つまりロックハート城は僕の人生でした。平井さんがロックハートを生かしてくださった。あれから25年、人の縁というものがいかに大切かを教えていただいています。平井さん万歳。我らの人生万歳。津川雅彦様よりお送りいただきました。以上、祝電のご披露でございました。ありがとうございます。さて皆様、この記念すべき日にロックハート城イメージキャラクターサイモンロックハート卿 2.5 次元化のデビューです。ご紹介いたしましょう。知略武勇に秀で、その生涯をスコットランドの独立と繁栄のために捧げた一人の騎士が約700年の時を超え、王の御印を手に25周年という節目を迎えるこのロックハート城に今帰還いたしました。それでは皆様、どうぞお城の方にご注目をお願いします。さあ皆様、その勇姿をぜひご覧ください。ロックハート家初代当主、青の騎士サイモンロックハート卿の入場です。ご覧いただいておりますでしょうか。どうぞ拍手お送りくださいませ。花組その中でも屈指の実力派と呼ばれた大鳥真由さんです。改めまして大きな拍手をお送りくださいませ。さあ、お名前の由来でもある大先輩が見守る中、さすがのかっこよさですね。はい、大鳥蘭さんが今並んでねくださいますけれども、ぜひ一言お祝いのお言葉お願いします。はい、平井夫婦とは、平井会長ご夫妻とは30年来のお付き合いで、ちょっと時間があるとすぐに群馬に来てしまいます。このロックハート城は私にとっては宝塚と同じ夢の国です。これからのますますのご繁栄をお祈り申し上げます。ありがとうございます。大鳥蘭さんからご挨拶頂戴いたしました。あ、そうだ、はい、大鳥真由ちゃんって言って私の名前を挙げて、大スター寸前に、いや、もう宝塚やめてしまったら、もうちょっといてくれたら宝塚のもう私の次にトップスターになってたと思うんですけどね、もうさっさとやめてしまいました。でも今日は私の言った通りにお芝居をしてくれて、上手だったよ、上手だったよ。はい、改めまして大きな拍手をお送りくださいませ。もう思わず好きになってしまいますけれども、かっこよさ素晴らしいです。さすがなんですけれども、
このロックハート教にはですね、さらなるミッションをお願いしたいと思います。はい、ではこれよりインスタグラムで募集いたしましたロックハート城フォトコンテストの受賞者の発表を行います。プレゼンターはロックハート教にお願いいたします。なかったのですごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、あのロックハート教の握手なさいました？そうですよ、もうかっこいい。このねロックハート、プレゼンターのサイモンロックハート教にどうぞ毎日と大きな拍手をお送りくださいませ。大変ありがとうございました。